渡辺高之は、日本の計算機科学者、電子設計自動化、並列分散処理、数値シミュレーション。学位は博士。静岡県立大学経営情報学部教授、大学院経営情報イノベーション研究科教授。新事態で、渡辺高之とも表記される。静岡県立大学経営情報学部准教授、などを歴任した。百七十二年、 静岡県古西市にて生まれた。静岡県立浜松北高等学校に進学し、1991年に卒業した。その後、静岡大学に進学し、工学部の高電機械工学科を1995年に卒業した。卒業後はそのまま、同大学の大学院に進学し、工学研究科の高電機械工学専攻にて学んだ。 1997年に同研究科の修士課程を修了し、修士号を取得した。翌年、日本学術振興会の特別研究員となった。また、その後も同大学の大学院に在籍しており、2000年に電子科学研究科の博士後期課程を修了した。それに伴い、博士の博士号を取得した。論文の題は、 高速伝送線度回路網の過渡解析に関する研究。2000年より静岡県立大学に採用され、経営情報学部の助手に就任した。以来、静岡県立大学に奉職し、2005年に講師に承認し、2008年には準教授に、2018年には教授に承認した。また、その間には2004年から、 ジョージア工科大学の客員研究員も務めた。専門は情報工学であり、計算機沿用工学、電子設計自動化、並列分散処理、数値シミュレーションといった分野の研究に取り組んでいる。特に数値解析技術を設計の実装に応用する研究や並列計算のアルゴリズムについての研究を手がけている。また、 ネットワークを介した分散システムについての研究も手がけている。学術誌などへの論文の発表以外にも専門誌への寄稿を行っている。例えばデザインウェーブマガジンではカリフォルニア大学バークレー校で開発されたスパイスを取り上げリナックス上でのアナログ回路シミュレータの技法を紹介していた。2016年12月には 教員活動評価において業績が優秀と認められ、静岡県立大学学長表彰を受けた。ありがとうございます。